シャルル一世は、ブルボン公及び、オーベルニュー公、クレルモンハク。皇位を継承したのは、父ジャン一世の死後であるが、ジャン一世は1415年のアジャンクールの、戦いで捕虜となったまま1434年に、ロンドンで死去しており、実質的にはその間に、すでに所領の統治を行っている。母は、ベリー公、ジャン一世の娘で、オーベルニュ女公のマリード・ベリーである。 1416年に母方のソフベリー公が死去したことにより、オーベルニューとモンパンシエがブルボン家に相続されるはずだった。しかし王家がこれを認めず、1425年になって二つの領土相続が認められたが、王家が課税権、裁判権などを確保、ブルボン家断絶後っ領はすべて王家に譲られることを約束した上での決定だった。 百年戦争の間はブルゴーニュ派に敵対するアルマニャック派の一員としてフランス国王シャルル7世に対して忠実であり1428年から始まったオルレアン包囲戦ではジャンド・デュノはライルラと共にオルレアンの救援に赴いたが1429年2月12日のニシンの戦いで包囲側のイングランド軍市長隊を叩こうとしてジョン・ファストルフに逆襲され敗北 デュノワラと対立して勝手にオルレアンから離脱した。しかしシャルル7世に引き続き使え、同年9月ではパリ包囲戦に苦戦中のジャンヌ・ダルクに死者としてシャルル7世の攻撃中止命令を伝達。1430年にコンピエーニュへ派遣され、フランスからブルゴーニュへの引き渡しを命じている。1435年にアラスへ、フランスブルゴーニュ公は会議の死者の一人として参加。 アラスの和訳を締結させた。しかし、シャルル7世とアルティウールド・リッシュモン大元帥が進める、軍政改革と貴族への課税に反発、宮廷がメーヌハクシャルル4世を中心とする派閥で占められ、自派が排除されたことも重なり、1440年に、デュノワやアランソンコジャン・二世など、他の貴族たちと共に、ルイオ大使を擁立して反乱を起こし、リッシュモンに、 早期鎮圧され、所領の一部を没収されている。1456年に55歳で死去、長男のジャン2世が行為を継いだ。1425年に、ブルゴーニュコージャン1世の娘アニエスと結婚した。二人の間には六男五女が生まれたが、ブルボンカ着流の男系男子は、息子の代で断絶することになる。上田光造2014 P127 から128、ジャンポール・エチュベリー1991、P169 から172、レジーヌ・ペルヌー&、マリベロニック・クラン1992、P378 から380、十グ口アツシ2011、P107 から108、レジーヌ・ペルヌー&、マリベロニック・クラン1992、P150、161、ヒグチ・アツシ2011、 P120, ジャンポール・エチュベリー 1991, P214 から 217, 242から 245, 十五チ・日口ツシ 2011, P144 から 147, 154から 157, 七上田コ造二千 2014, P106 から110、112から126。ありがとうございます。